シルバークラフト SH-41967 年6月のパリ航空省に出展されたシルバークラフト SH-4 の2号機シルバークラフト SH-4 はイタリアのシルバークラフト社で開発、製造された三座の小型ヘリコプターであり、イタリア航空当局と米国連邦航空局の形式認定を取得した最初のイタリア製ヘリコプターである。 試合マルケッティ社の財政面、技術面での援助を受けて開発された SH-4 の試作機は1963年10月に初飛行を行った。本機は2枚ブレードのシュローターとテールローター、スキット式硬着装置、高い位置にうねの入った感情をテールブームを持つ通常の形式の機体であった。エンジンは 定格出力 170hp の 200hp か 235hp のフランクリン 6A-350 を搭載していた。SA1-4 の中には出力 205hp のライカミングレオ -360C1A エンジンを搭載したものもあった。2機がイタリア軍により評価された。SA1-4 から発展した改良型の SA1-200 が開発されたが、 試作機のみで終わった。ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エア・クラフト1976-77ありがとうございます。